トイステージラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。トイステージでーす。イエーイ。いやーてかさ、はいはい、まだまだ寒いけど、寒いね。ちょっと先週の14日かな、あ、そうですね、ちょうど雪降ったのって、うんうんうん、すごい雪やったね。びっくりしましたよ、ほんまに。私さ、多分東京に来て今7年目になるけど、はいはい、あそこまで積もった雪、うん、あ初めてでした。あ、確かにね、めったにないよね。かっこちゃんって何年ぐらいおるん？ないない、私も同じぐらいです。あ、ちょうど7年目とかなんで。7年目初めてよね。ないない、すごくない、うん、爆弾低気圧らしいですよ。爆弾な、ほんまに。いや多分知らん、出た出た出た、そんな風に聞いた気がする。まあそんな感じ、そんな感じなんだね。あの日はどうしてたの？いや、あの日はもう本当はレッスンとかあったんですけど、うんうん、もう全部キャンセルして、もう危ないからね。結構電車とか止まっちゃったでしょ。止まってた止まってた。そうそう、だからもう危ないからキャンセルして、うん、もう私も家でこうでじっとしてたんですけど、うん、マジで。ちょっと聞いてくれます？何何、エアコン、エアコンが、エアコンが潰れちゃって、へー、なんかね10分ぐらいね、ボワーってね、最初温めてくれるんですよ、私の部屋をね、うんうん、でね、ブブブロロって言って、ね、ブブロロってなんだ、止まりやって、ほんまにそんな音でブロロって言って、マジで止まりはるんですよ。なんか寒いな寒いなと思って、あのめっちゃ寒い日に、そう、もうなんか冷たくなってきて、うん、やばいやばいって5枚ぐらい着込んで、私部屋の中で、そう、生姜豊か飲みながら、うんうん、そうで寒い寒いって、もう使えへんかったで、で、うんうん、なんかしばらくしたらまたブロブロロってやって、また再開つつ温めてくれたんです。なんかそれの繰り返しで、マジで、もう私ほんまもう死ぬかと思ったわ。あの日だって気温もめっちゃ寒かったもんね。そう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 、低かったから、すごいっすね、寒かった、部屋の中でもなんか冷たーなって怖いわ、私このまま凍え死ぬのかなとか思った。マジでよーってそんなヤバじゃないよあなた。バレしてバレたバレた。意外と強いけどね。絶対死なないけどね私。え、マイさんはどうでした？私あの日も朝一で行ったんですよね、はい、スクールにっていうか、あの教えてる教室の方に、はいはいはい、で行ったけど、はいはい、やっぱり皆さんこうバスが遅れてるとか、そうですよね、電車でちょっと来れないとか、ね、ちょっと大事を取ってとかで、あ、結構その日にキャンセルみたいなのが入って、あ、私降りしきる雪を見ながら、ね、あ、外はすごい、足もびちょびちょだけど私はここで一人って思ってました。そっか、ちょっと寂しい感じだったね。ちょっと寂しかった。でまたね、一人でテクテク帰ってね、テクテク帰ってね、大丈夫でした足元？あ、でも ね、あの、うんうん、ちゃんとレインブーツをね履いていってたので、うん、やっぱりあの日はね絶対必要でしたよ。あ、なんか今カンペが出たけど、うん、南岸低気圧、あれ爆弾すぎちゃう。マヤさん持ってきた。4文字4文字うんだけ合ってる。爆弾、あ、うん合ってる、うん合ってる、4文字やし、うん合ってる。やったまあ、私のはこんな、こんなぐらいですよ。こんなぐらいの適当感ですよ。適当感、まあ、お互い様ですけどね。いや、そうですよ。いや、でも ちっちゃい時はさ、すごい雪とか見たらめっちゃテンション上がりましたよね、うんうん、めっちゃテンション上がった、ね、で、なんか私たなんか記憶ではね、なんか小学生の時ね、一回すごい降って、うんうん、で、なんかね、授業を潰してね、外で遊ばしてくれたんですよ。へえー、いいね。すごい楽しかった。そんな寒さにも負けず、そうですね、今日も元気いっぱいお届けしていきたいと思います。はい、今日のトイステージラジオ、お相手はトイステージのまゆとトイステージのかよこです。それではトイステージラジオスタートです。トイステージラジオ、実は先月、はいはいはい、携帯を新しく変えたんですけど、ほう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 、それまでは、うん、あのもうパカパカする、あ、パカパカね、パカ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 を使ってて、この度ようやくスマホに変えた人なんですけど、あ、やっと、それまでガラケーだったんですよ。ガラケー、あー、ガラケー、ガラケー、よう言ってましたね。ガラケー、そう、覚えたてのね、マイさん、覚えたてのレジオ、違う違う覚えたてやったんやけど、うんうん、ガラケーって何の略か知ってる？え、私わかんない、全然わかんない。何めっちゃバカにされてる。いた、ここにいた、ここにいた。え、私と一緒。私ね、ずっとガラクタ携帯やと思ってたの。あ、
そうだよ。で、なんて失礼な話なんだと思ってて、自分のことでもないのに、なんなのガラケーってみたいに思っててんけど、実はガラパゴス携帯っていうのの略。何ガラパゴス？これ言えてないし。なんじゃそうだ。ガラパゴス携帯でガラケーっていうらしいねんけど、はい、これ意味としてはね、私調べたんですよ。なんかガラパゴス諸島ってあるやんか。あーなんか聞いたことある。あのイグアナとかゾウガメとかなんかもうそこにしかいい品種の動物がいるところなんですよ。ほうほう、どこら辺？場所としてはなんか多分エクアドルとか、なんかエクアドルもどこか分からんけどそれさえもどこ分からんけど、なんか赤道の辺、赤道の近く、赤道、あーそうなんやと思うねんけど、そのガラパゴス諸島は、はいはい、大陸との行き来があんまりないから、そこで独自に発展っていうか、あーなるほどね、進化していくわけですよ、動物たちが。あーはいはい、だからそこにしかいない動物とかがいて、ね、だから同じ種類であっても、うん、そこの諸島はもう独自の発展を遂げるわけですよ。あ、なるほどなるほど。他との大陸とのつながりがないから。はいはい、でそれを、うん、まあ、一方日本の携帯電話 も、うんうん、もう優れた技術があったり、こう、うん、国民一人当たりがこう持ってる携帯の数とかはすごい多いのに、世界的なものとはちょっと違うという。ああはい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 、なるほどね。だからそれと、うんうんうん、あの合わせてその世界的な流れとは別に進化をしていくものを、うん、ほうほうほう、ガラパゴス化とか言うよって。あーなるほど。へえ、じゃあ結構いい意味なのね。いい意味、いい意味で、ね、うんうん、まあ、違う進化を遂げましたよみたいな。でガラパゴス化とかガラパゴス状態みたいに言うねんて。あ、へえ、そうなんだ。めっちゃ最近覚えたぞめっちゃやったか満載のマユさんですけども。でね、そのまあまあ、その話がね、言っちゃったけど、はい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 、そのようやく私ガラケーからそのスマホに変わって、うんうん、そうですね、メールとかめっちゃ打ちにくい。あ、分かる。私も最初そうでした。ほんま、まあ、ようやく1ヶ月経って、まあ、まあだいぶ慣れたけど、うんうん、もう最初なんか、うん、もうね、ディッディッディみたいな。そう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 、はぁ、よ、あーあーそうそうそう、もうこんちきしょーみたいな。めっちゃわかる、めっちゃわかる。もうすぐ、ね、すぐ反応しはるしね、またね、ポーって、あーみたいな。そう送信とかね。もうすっごい、わかるわかるわかる。ってなってた。もうようやく慣れてきたけど。あー、でもあっちも結構時間かかりましたね、あれね。でもかよこちゃんの結構メールとかするけど、かよこちゃんってあんまり絵文字使わへんよね。え、あ、一応ね、あのね、先輩なのであんまり絵文字とかこう、ちゃらけたことしたら、ちゃらけたことしたら、なんかあんまりこうフレンドリーもあんまりかなと思って、ちょっと年上、ね、目上の方は、あんまり年上とか言わないでください。年じゃない。そんな変わらへん。今のなしなし。じゃなしということで。あ、でもそうやって気を使ってくれてたんよ。そうですね。いや、私はもうちょっと、もうなんか絵文字とかでこう、もうやってくれてもいいのになって思ってたんよね。あ、じゃあこれからガンガン。あ、ほんま？ガンガン。ガンガン。ハートマークガンガン入れちゃいます。なんか噛んでるからちょっと嫌なんやろうな。ちょっと、でもじゃあ絵文字楽しみにしてます。あ、はい、じゃあというわけで今日はそんな絵文字の始まりなんかなっていうことをちょっとテーマにして話してみたいと思います。はい、今日のテーマは元祖絵文字。というわけでですね、今日は、はい、その文字を見ただけで、ほうほうほう、それがどんなものなのか想像できる、はい、絵と文字を融合させた、はい、もう元祖絵文字というものをちょっとね、書いてみたいと思います、はい、っていうのが、まあ、今日の宿題だったんですよ。そうですね。宿題やってきましたか？うん、はい、先生やってきました。あー、いいですね。どうやった？簡単やった？難しかった？とっても難しかったです。本当、でもちゃんとやってきて偉い。ありがとうございます。よし、それじゃあ、かよこちゃんから早速発表してもらいたいと思います。それではどうぞ。じゃじゃん、この字わかりますか、まゆさん。ね、多分健康の健。ピンポンピンポン、大正解。そう、この健康の健ってよく言っていただけたんですけど、これね、はい、私の今年のテーマなんです。まず健康って。おー、そうなんや。だからその今年はもういいものをね、たくさん食べて、うん、健康にね、いいものをたくさん食べて、人参、ネギ、バナナ、バナナ、あとわかります？めっちゃいいものいっぱい、いいものいっぱいっしょ。確かにね。そう、もうね、確かにね、いっぱいいいもの食べようと思って。すごい。あとは何、アスパラガスと、あのその下の何、三日月は何、三日月、これ玉ねぎ、うん、玉ねぎが刺さってる肉と一緒に。そうそうそう、だからこうちょっとバーベキューみたいな感じをね、ちょっと想像したんですけど。まずお肉刺すやろ。はいはいはい。そしたら、あ、やっぱアスパラガス、アスパラガス、うん、じゃあやっぱ玉ねぎ。分かるけどな。マジで？この形バッチリなんだ。結構感じの、もう形は無視してますよね。そう？そう。このあのお肉の骨とか、お肉の骨とか結構頑張ったんやけど。あ、ほんと？
結構あのお肉の丸みとか結構頑張ったんやけど丸みとかいや皆さんね見ていただけたらと思うんですけど、まあ、はい、かよこちゃんにとっての健康には、まあ、うん、食事、睡眠、運動あってね、もう、うんうんうん、運動とか全くないっていうね睡眠も全くない、まあ、それはね、もう食べるだけ、うん、それはもう普段ねちゃんとしてるから、うん、いいですそうなの、あとはいいもん食べるだけで私十分なんですそうなんよオッケー、はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、次はこちら、じゃじゃん、春なんとか、 なんとか秋冬、あ、春夏秋冬、はい、ピンポーンそう、なんとかってちょっと引っかかるけどそれだって何もう文字じゃないもん。いやでもこれなんかお日様、暖かい夏やからね、お日様の下で元気よく子供がこう走ってる感じですよ。あ、全くもう漢字関係なくなってるよねでもあのさ、あの夏のあの下の字ちょっともう走ってる方でしょこういう感じそんな実際走ってくれても見えないからね、残念やけど、まあ、でも春が桜の花びらでしょ、うん、そう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 、で夏が雲とお日様、うん、で子供が走ってんの、そう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 、元気よく走ってるなんかちょっと日に見えるけどねそうですか、ね、そうで秋はそうちょっとね、うん、日にもこう風が強く吹いてくるから、はいはいはい、そうだから焚き火で、それ秋だったらさ、うん、緑じゃなくて赤のモミジとかの紅葉してる感じじゃない、あ、ほんまやな、今気づいたかさすがまゆさん、ね、眉画伯、私も木といえばも緑もうその、もうそれしかないんですわ、すいませんあ、残念、そうね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 、確かにね、うん、まあね、でも、うん、あの常緑樹って言ってね、うん、年中ね、うん、秋であっても緑の木もあるからありがとうございますさすがやわ、ほろほろもうね、まあ、火はなんでな、なんで火ついてんの、え、焚き火やから、焚き火するからか、そうそうそう、で、これあの、あれね、枝ね、こう枝をバッバッバッっていっぱい集めるでしょ、秋にさつまいもとかを、あ、そう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 、ほんでちょっとお芋とかにね、まええやん書いたのにやええやんもでもでもね、冬は冬はこれ上、うん、可愛いでしょ、上がこのお家の屋根に、屋根に、ね、この間こう雪が積もってる感じ、あーそう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 、お家なんやそれは、うん、お家で、そのお家の中に雪だるまある、うん、中にっていう感じではないんやけどだからこのさ、冬の点々ってこう、うん、ポンポンってあるから、うん、あるからポンポン、あ、これ雪だるまやってちょっと想像したんです、このこの発想力すごくないですか、私どうでしょう皆さん私すごくないとか思いながらちょっと自画自賛しちゃったしちゃった、自分に酔っちゃったもう、うちの中で雪だるまやってる時点でどうかと思うけどねまあでも、かよこちゃんちはね、暖房壊れてるからね、それでも大丈夫感じほんまやね、できたかもねねえ、じゃあ次行ってみましょう、次、じゃじゃん、どうですか、みずきかよこ、はい、本名です本名ですですそう、私も私のね、結構ね、本名結構水とか木とかね、私ね、最初に見た時すごいと思ってん、うん、すごい、でもよく言われる、うん、水って、木で、お日様の用があるでしょ、そうそうそう、このすごいと思うよ、そう、素晴らしい名前をつけていただいて、お母様、お父様、ありがとう、すごいよそうそう、だから、うん、この字をちょっと自分のね、はいはい、字好きなの、あの名前好きなので、うんうんうん、選ばさせていただいたんですけど、ほうほう、そう、で、まず水はね、うん、こう、これこう上が蛇口が本当はあって、そこから水がビャーって出てる図なんですけど、あ、そうなの、音を結構表してこうピシャってこう跳ねてる感じ、あ、そう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 、川の感じかと思った、かなんか最初は川やってんけど、うんうん、なんか書いてるうちになんかもっとこう勢いよくなってきちゃって、うん、跳ねさせちゃえと思ってピタッピタッ、なるほどね、水道から出てるんや、そう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 、はいはいはい、木はこうドシッとした木がね、うん、あるわけですよ、そうね、そうそうそう、結構太い感じのね、木って感じでしょ、木って感じだね、木って感じでしょ、はいはい、で、蚊は、うん、蚊は何なのこれ、お花お花じゃないんだ、うん、お花じゃないんだよ、何何、ね、蚊は力でしょ、力、力っていう感じでしょ、うんうん、これね、うん、そう、だからこう力をつけたいから、うん、力をつけるためにはやっぱり、うん、魚肉ソーセージ、なんでやねん魚肉ソーセージ、めっちゃ面白い、何それ、私力をつけるためには魚肉ソーセージなの、私の体ね、うん、半分ね、魚肉ソーセージでできてる、初めて聞いた、それぐらい噛んでるけど、あの、ま、あのヨーグルトと同じぐらい冷蔵庫の中には魚肉ソーセージが入ってるんです、マジで私めっちゃ好きなんです、かよこの体はヨーグルトと魚肉ソーセージでできてるそうですよ、はい、そうなんですもう魚肉ソーがあれば生きていけるそう、そう、だからこれ
味噌ね、いっぱい食べてる、はいはい、私の口。あーそれかよこちゃんの口なんや。口わーって開けてる口ね、はいはい、あの実際ね加えるって字は口でしょ、はいはいはい、いいですね。そうそうそう、で太陽の陽、うん、そうでこの小里編あるでしょ、はいはい、この左の小里っていうのはちょっと調べたらこう丘っていう意味なんですって、丘、うんうん、あの太陽と丘のね、うん、だから丘とか、うん、こういろんなところに火を与えましょう、うん、火を与えましょう、あの明かりをね、うん、明るくしましょうっていう感じですよ、この火をね、はいはい、そうそうそう、そんな感じで、うん、そんなことをして、うん、子供たちに、うん、いっぱい笑顔を与えましょうっていうこの子、あーこれ子供の笑顔がいっぱいつながってこうになってるわけや。そうそうそう、でこれね、そうそう、ちゃんと見たら、うん、いろんな笑い顔があるんですよ。へえ、これ結構頑張ったよ。どうどうどう、わかるでしょ。あ、確かに確かにそうでしょ、確かに確かに、ちょっとお目目パッチリしてんのから、そう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 、こうニコーって笑ってんのから、そう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 、いろいろありますね。そう、やっぱこんな人間になりたいなと思って、うん、こういっぱい気を与えて子供たちいっぱい笑顔を与えたいなっていう。かやこちゃんそのまんまやと思う。ありがとう、嘘でも嬉しいわ。お後がよろしいようで。はい、というわけでかやこちゃんの発表でした。後半は私の作品の発表に移りたいと思います。後半に続く。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are Toys Days。 面白すぎてすんません。嫌な感じで笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション、トイステージライブにおいでよ。この面白さにトリックはありません。 I'm hungry。 トイステージ、トイステージ、トイステージラジオ、ワイワイ楽しんでいきましょう。ラジオの前にいる君最高、それでは次は私が描いたやつを見ていただきたいと思います。はい、まず最初はこれ、じゃじゃん、おー、猫、猫だー、かわいい。かわいいでしょ、普通にかわいい。わかった、猫って。うんうん、わかった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 、カタカナで、うんうん、カタカナでね、描いております、ね、うん、でもさ、うん、甲の方がさ、なんか手とかどこ行った、うん、手は見えないとこに隠れております。隠れておんのか。隠れておんのか。おんのか。でもなんかこの猫の顔めっちゃ可愛い。あ、でちゃんとあれや、うん、魚、ね、魚食べてるんや。そうで、だってねの、ね、始まりの部分がああねないから、かちょっと付け加えた。あー、さすが。さすが。さすが。いや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 。でもちょっとその魚がある方がちょっと猫っぽいでしょ、より。そうね、そうね、うん、大好物のね、ポスターとかに使えちゃうんじゃないかしら。使いたいという方がいたらこちらまで。どこまで。どこまでかな、わからんけど。はい、じゃあ次行ってみたいと思います。はい、次はこれ、うん、じゃじゃん、ダーク、ダーグね、ダーグね。いや、なんかさ、これちょっとさ、みんな見てくださってる方もちょっと思うと思うんだけど、ちょっと、はいはい、なんかキツネっぽくない？なんでやねん。私も思ったわ。思ったでしょ。やっぱ待って、なんかちょっとシュートなってる、もうシュート。じゃあそれは思ったけど、ちょっとこうね、ちょっと無理くりなところもありますよ。どうしてもだってこう輪っかを作らないといけないんだものみたいな。そうね、なんかそう、この丸いさ、この下の部分もさ、うん、なんか下の部分でどこよ、なんていうの、この丸いところ、下の部分もさ、丸いところ、うん、もうなんか狐の尻尾みたいもんね。一応胴体なんやけどね。胴体や、 G の部分でしょ。ああ、そう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 、まあ、胴体なんですけどね。胴体ね、オッケー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 。じゃあ、まあ、フォックスって呼んでもらってもいいですよ。これドッグやけど。じゃあ、フォックス、じゃあ、フォックスで、イエス、えんかい。よし、じゃあ次、はい、行ってみよう、はい、次はこれ、じゃじゃん、なんでしょう、ひゃーって感じ。え、ひゃーひゃーって感じ。なんなん、もうちゃんと言ってー。なにこれ、ひゃーしか出てこへん。もう私のひゃーってどういうこと、やってみて。じゃあひゃーやってくれた、ほんまに。はい、皆さんも一緒に、せーの、ひゃー、なーん、ひゃーやろこれ。マジでひゃーやし、一応走ってにしたけど、走る、これ、まあ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 、まあまあ、もう100歩1000歩譲って走るやな。うわー、まあ、でもやっぱり皆さん、うん、ひゃーですよね。そう、じゃあもう一回みんなでやってみようか。せーの、ひゃー。じゃあこれはひゃーということで、なんかそんな感じ、なんとかということで、なんか全部私の思う通りになってないけどね。だいいですよ、これはひゃーでした。じゃあね、ちょっとここからはちょびっとだけ趣旨を変えましてですね、ほうほうほう、まあこれも絵文字だと思うんですよっていうやつをちょっとね、はい、書いてみたので発表してみたいと思います。オッケー、まずはこれ、じゃじゃん、
はい、これなんて読むでしょうか。はい、みんなも一緒に考えよう。どうぞ、かよこちゃん。あと、ベベー。え、ちゃうの？ちゃうの？みんなもそう思った？え、みんなそう思いましたよね。これ、あとでしょ？違います。これは、足跡でした。足跡？だって、足いっぱい、足跡いっぱいついてるでしょ？これを一文字で足跡って呼んでいただきたいなみたいな。なるほどね。あ、考えたね。考えましたね。一文字で書いてみました。はいはい、あ、なるほどね。あの、だから絵と文字の融合じゃないですか。あ、素晴らしい。そういうのもね、こういうのもね、あっていいんじゃないかと。じゃあどんどん行ってみたいと思います。はい、次、じゃじゃん。はい、これなんと呼ぶでしょうか。はい、どうぞ。ね、そんな感じよ。ね、なんか細めとか、なんかそうめんとか、そんな感じ。あー、正解。正解正解。そうそうそう、そうなの。すごい。あ、なになに。だってこのなんかもう今にも消えていきそうな字。そう、これはこの一文字で、うん、細めんと読みます。おー、やったー。誰が、イエーイ。あ、よかった、ちゃんと趣旨が伝わってた。うん、分かった分かった、分かってきた。うん、あ、これ、なるほどね、そうめんって読むのもありだね。うん、細いもんね。なんかね、細い感じ。シュ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 みたいな感じ。そうめん。うん、いいよ、いいよ、いいですか。細め好きよ。細め好きよ。私はね、ラーメンは絶対細めなんですよ。うんうん、あ、ほんと？私もなんですよ。マジですか？うん、やっぱり細い方ね。いいですよね。スープにね、こう染みてね、味がね。ちょっと縮れた感じもいいんですけどね。あー、いいですよねー。もうラーメン食べたい。絡むか。トイステージラジオ。だだだ。今の麺からの、はい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 、じゃじゃん、これを何と読むでしょうか。はい、盛りのついたどんぶり。なんでやねん。そうでしょ。なんて言った今。盛りのついたどんぶりじゃないですかこれ。もう盛り盛り。まさかそんな回答が出るとはつゆほども思わへんかったわ。いやいやいや、もう灰を持ってくれの状態でしょ。そんなお盛んなものではございません、これは。お盛んな感じや。めちゃめちゃな、まゆさん。びっくりした。どっから来たその発想。お盛んやな。お盛んじゃないです。ちょっと違うの。びっくりだね。違うの。盛りのついたどんぶりってどういうこと。あ、盛ん、もうだから早持ってくれ、早持ってくれってことですよ。もう待ってるんですよ。まゆさん、こういう、それ盛りのついたまゆじゃない。そっか。そっか。どんぶりが、もうどんぶりが。でもなんかそんなイメージをしちゃった。もうまゆさんが早く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 。あ、まあそれでもいいけどって、よくないわ。なんで。いや、もう正解は、うんうんうん、大盛り。あーですよ。大盛りか。私が大好きなものといえばこれですよ。もうランチタイムに私は大盛りかご飯無料の店しか行かないですからね。あ、おかわり無料の店しかね。さすがやね。もうその文字にこうピコーンって目が行くからね。でもそれ盛ってるってことでしょ。うまい。イエーイ。じゃあやっぱり私かい。そうや、やっぱそうやね。やっぱこのあたりでお後がよろしいようで。以上、元祖絵文字でした。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are Toys Days。 面白すぎてすんません。嫌な感じで笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション。トイステージライブにおいでよ。この面白さにトリックはありません。 I'm hungry。というわけでね、はい、今日は元祖絵文字、うん、ね、いっぱい書いて発表してきましたが、ね、実際書いてみてどう？はいはい、いや私はね、ほんと絵ね、うん、あんま得意じゃないから、うん、でもね、めっちゃ可愛かったよ。いや、これはもうあらゆる手段を使って、うん、なんなん、あらゆる手段。もうまずパソコンでね、うん、まあ、例えば、うん、野菜のやつとかね、うんうんうん、健康の健書いてくれたやつ、そう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 、あれとかね、人参、うん、イラストっていうんでポチって押して、じゃね、意外とね、そのまま書こうよ。いやいや、でもね、私ほぼ浮かばれへんか、うんうん、なんか変なことなんの嫌やったから、うんうん、全部見て、うん、人参のイラストだけでもいっぱいあるんよ。そうそう、ここで一番描きやすいかなっていうのを選んで、うん、まあ、そういう感じで描いていったんで、あ、じゃあ全部そういう、そ
あれなんよ、全部そんな感じ書いてたから模写してくれたのね、うん、そう結構頑張ったのよ頑張ったんや、マヤさんなんかねシャシャシャと、うん、ね、結構ね思いの丈をぶつけてみましたよ私は、まあ確かにねそのね盛りとかね盛りじゃないからねこれはねいやでも絶対いろいろ書いてみて、うんうん、例えばもしこれが携帯電話のその絵文字の欄に入っていたとしたら、うんうん、あーなるほどね、あのどれを使いたいとかどれを使いたくないとか、あー、ね、あー私意外とヒャーとか使いたいよ、うん意外とって失礼だな意外と意外じゃないよもうすぐ着きますあ、そういうことちょっと待ってね、それは急いでる系じゃなくて爽やかに言ってる系、もうちょっとみたいな感じあのだいぶ待たせてない状態、待たせてない状態の、うん、もうそこに着く時の、うんうん、あすぐ行くからヒャーそう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 あすごい待たせてる時もっとヒャーっていう感じですけど、あーそか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 、いやーやったやった、使いたい使いたい、マジでマジで、私かよこちゃんの、うんうん、あの本名水木かよこ、おーおーおー、めっちゃ好き、あ本当、いや、うん、嬉しいわ、携帯のさ、うんうん、メールの最後とかにこれがあったら最後うるさ最後なんかしかも私に対してかよこちゃんは全然絵文字を使ってくれないからこれだけそうやったらもうなんだこれここだけかみたいなもう我が我が我がですが、ここ私こんなんそう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 私こんなんですいやでもこれ実際やったらすごい面白いけど、ね、面白い、しかも了解ですの後にこれ来たら、ね、後ろの方がだいぶでかいなみたいな水木かよこみたいなツッコミどころ満載する携帯なんでるみたいな、ね、でもこのこの感じとかがね、そのやっぱり子供の笑顔がいっぱいっていうのがちょっとね、うんうんうん、トイステージのねえ、うん、いやほんまこ れ, あ れ, にもこれ実際あったらいいと思いません、これいいと思う、これちょっと誰か作って誰か誰かやってもいいよっていう方いらっしゃいましたら、こちらまでこちらまでどこまでいやでもいいよね、うん、私はかよこちゃんがもし、はいはい、まゆさん明日ご飯食べに行きませんか、もう無理ってメールが来たらもうはー行くかよこってなるけどね、あほんまこれそうもうまゆさんからの時なんかこれ1いいこれだけでいいですよこれだけで、あまゆさん盛んになってる盛んになってる盛んになってる盛んじゃないっつってのにお盛んやまゆさんお盛んじゃないもうもう喜んでついていきますから、はい、いやいやいや、これだけ送っていただければでも楽しかったね、いろいろ書いてみてね、すごい楽しかったです、あ皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか、それではエンディングです、次回の予告です、次回のトイステージラジオは対決企画第2弾、投げて転がして倒す、キャー何それキャー怖いーなんかトイステージらしくないんですけど何されんのマユさんやめて、まあ、確かにね思いますよね、でもでも違うんですよ、何これは、まあ、あのまあ平たく言えばですよ、はい、ボーリング対決です、じゃあボーリングって言ってよでも間違ったこと言ってへん、まあ、投げて転がして倒す、より多くより多くねオッケーあうちらなんか全然倒されへんみたいなことをね一回、あそうですね、前に言ってたけどね、多分100いかへんのちゃうかみたいな、あね、もう下の方の低いレベルを、ね、わーガーターわーガーターわーガーターじゃなかったみたいな、そっちの方が珍しいんでしょうわー乗ってる乗ってるみたいな向こうの端まで着いたよみたいなレベル低い、そんなレベルかもしれないですけどね、ね、いや頑張ろう、いやでももしかしたら私スーパーサイヤ人になるかもしれないか、マジでよくよく分からないこと言ったわ、それこそほんまに投げて転がして倒されるのちゃうの私大丈夫かなすんごいいけるかもしれへんわほんまいやそういうの思い込みやからね、あそれまでにあのイメージ作っとくわ、イメトレね、イメトレイメトレね、この指を入れてそっからだからそうなるから投げて転がして倒すになるんですよそうね、はいはい、よしじゃあ次は絶対負けないぞ、オッケー、頑張って、というわけで、うん、次回のトイステージラジオは投げて転がして倒すです、皆さんお楽しみにしていてください、今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとう、今日のトイステージラジオお相手はトイステージのまゆとトイステージのかよこでした、それではまた来週絶対絶対聞いてくださいね、せーのバイバーイ。